はい、今回もおっさんが気になるニュースを最新 AI ニュースお届けします。2024年の1月の12日金曜日になります。今回の動画も AI ニュースをダイジェスト的にご紹介しようと思っております。気になるニュースがあれば概要欄からご覧ください。 AM ラジオ感覚でお聞き流しください。はい、今回のパートナーです、スーザンさんです。スーザンさんよろしくお願いします。スーザンです、お願いします。はい、スーザンです、よろしくお願いします。スーザンさんって北海道ですよね。北海道です。今雪ってどうなんですか？雪はまあまあ降ってます。道路は真っ白です。うん、あ、やっぱり寒いですよね。昨日の夜はマイナス17度ぐらいありました。マイナス17度やっぱ、はい、寒あとでそれ聞きます。はい、では、早速ですけど、はい、AI ニュース、いっていこうと思います。まず一番最初のニュースです。はい、ギター自動販売機の AI 審査、これどういうことでしょうか？はい、これは、はい、あのブルワリーって、まあ、飲み屋さんに設置されてるビールの自販機に、はいはいはい、ギターがつながれてて、はい、でそのギターでこうかっこいい音楽を演奏すると、はい、AI が判定して合格だと缶ビールが無料でもらえるっていう。マジっすか？へえ、はい、すげえ。でもちょっと弾ける人じゃないと無理ですよね、それね。そうなんですよ、ギターやってる人が、はいはい、あの他の飲んでる人と一緒に盛り上がるみたいなツールになってるみたいですね。すげえ、そんなあるんですね。ちょっと皆さん どこに置いてるんでしょうね。なんかあのあったらぜひ聞きに行ってください。はい、あの詳しくはあの概要欄の方に載ってますんで、そちらの方をご覧ください。はい、これレディットって読むんですかね。レディットで、AI アート版、これどういうことでしょうか？はい、これ、はい、あのレディットって掲示板ですね。海外の掲示板なんですけど、はい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 、そこであの AI が嫌いなあのアーティストの方たちの掲示板があるらしくって、はいはいはい、そこにアップされた絵が、はい、あの AI 使ってるだろうって言われてバンされちゃったっていうニュースなんですけど、はい、あららららら、実はその絵をアップロードした方は AI 反対派で、はい、あの100時間かけて作ったイラストだったんだけど、はい、みんなにお前のことは信用できないって言われてバンされたっていうニュースでした。あ、それはどういうこと？自分が自作で作った絵にもかかわらず AI のアートとしてバンされたってことなんですか？そうらしいです。自分で描いてんのに？自分で描いてんのに、お前のことは信用できないっていうことでもう聞く耳を持たれなかったっていうことらしいですね。それはひどいね、本当ね。やばいですよね。やばいね、もうカーブミラーさん上げまくってたらバンされるかも、いや、あかん、怒られる、また怒られる、はい、やめておきます。はい、次のニュースです。はい、ワコム AI イラスト広告騒動、これどういうことでしょうか？はい、ワコムが、はい、あの X、 旧ツイッターに、はいはい、あのイラストを投稿したんですけど、はい、それがなんか AI アートだっていうふうに誤解されてしまって、はい、まあ、ワコムってあのペンタブ売ってる会社なので、はい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 、ペンタブ屋なのに AI アート載せてるとかユーザーバカにしすぎみたいな感じで炎上してしまったっていうニュースでした。あららららら、ワコムさん、バンブーはあれ違うんですかね。あ、なんかあのタブレットみたいな書くやつ。そうです、そうです、あのペンタブレットってあの手元のデバイスですね。そうですね、はい、あ、それで、AI イラストじゃないんかみたいな感じで言われたってことなんですか？で、もう実際に、そうですね、はい、X に投稿した絵が AI じゃないかっていうふうに他のユーザーのコメントがすごい炎上しちゃって、で、まあ、説明したんですけど誤解を解けないというか、はい、これが絶対に AI を使ってないっていう証明ができないのでやむなく削除したみたいな感じですね。マジですか？先ほどのニュースとちょっと関連ありますよね。本物なのにっていう、なんかだから、まあ、まあ AI 使ってる使ってないのをあの議論の前にその、はい、クリエイター本当のちゃんと手書きのクリエイターの方が、うんうん、これ AI じゃないよっていう証明が難しいんだなっていう問題があるんだなっていうふうに感じましたね。ボーカスしてるっていうね。あ、それちょっとすごい興味あるニュースですよね。これから先絶対こういうのなかなか大変ですよね。出てくると思いますね。いや、なんかあの、はい、ちょっとまあ皆さんもしまあこの辺ですね興味ある方いらっしゃったらね、まああの2番と3番両方とも見ていただくとね、なんかいろいろわかるかもしれないですね。またよかったらご覧ください。はい、4番目のニュースです。ゲッティ AI ツール発表、これどういうことでしょうか？
はい、これゲッティイメージっていうはい、ストックであの写真とかイラストを売ってるサイトのやつなんですけど、はいはい、これがあの NVIDIA と連携してこう、はい、生成 AI のストック画像を販売するサイトができましたよっていうやつですね。はい、はまあ、生成 AI で作ってるくせに販売しようんですね。そうなんですよ、まあ、元から自分たちがストックした画像で学習して、はいはい、学習してるっていうね。あ、なるほど、なので、それは納得納得、はいはいはい、著作権の心配がないよっていうやつですね。あ、なるほどなるほど、そういうことですね、はい、あ、はい、まあ、いろんなところからなんか追求されないからいいよっていうことですよね。そうですね、安心して商用でも使えるよっていうものらしいです。まあ、そういうところでね使うとね安心かもしれないですけどね。まあでもまあプロンプトエンジニアリングのね、はい、テクニックを使えばねその辺とかも自分で作れたりとかするんでね、どっちを選ぶのかっていうのはね、うんうん、ちょっとまあ進む方向性で、まあ企業なんかね手っ取り早く素材がいいわみたいな感じだったらね全然これでも安価に進むのかなとも思いますね。気になる方いらっしゃったら、はい、はい、概要欄の方から飛んでください。はい、次のニュースです。 AI プロンプトエンジニア、これなんですか？はい、これはいビジネス系のちょっと夢のある話で、はい、AI プロンプトエンジニアっていう職業が今後かなり高収入を目指せる立場になりそうだというニュースですね。はいはい、はいはい、なるほど、はい、なるほど。これね実はね僕ね去年出だしの頃からずっと言ってる内容でもあって、うんうん、今現時点でそのプロンプトエンジニアリングっていうののそのなんて言うんでしょう、こうカテゴライズされた明確なものってあんまりちょっとなさそうな感じなんですよね。かたや多分そうですよね、うん、プロンプトのエンジニアリングと言いつつプログラミングを書いてそれが、長けてる人のことを指してあったり、もう本当にオペレーションのプロンプトだけ作ってるプロンプトエンジニアとはあんまり呼ばないかったりとかいう感じのところはあるみたいなんで、うん、まあこの辺のねどういう評価をしていくのかっていうところはちょっと疑問視するしてるところもあるんですけど、ただ企業にとってはね一人ぐらいこういう人材がいないとこれから先なかなかやっていけないんじゃないかなっていうのは僕の意見ですね。はい、これ SNS でもなんか短期的な需要かもねっていうような声もあるみたいで、本当にまだまだ分かんないところもあるんだなというふうに思いましたね。そうですね、僕もちょっとここで少しだけね、はい、もうちょっとお話しさせていただくとね、僕が想像する、AI の形なんですけど、実際に本当にプロンプトエンジニアがいなくても簡単にこっちの、言いたいことを汲み取ってもらってやり取りしてくれるものが本物かなと思ってるんで、うんうんうん、なのでいずれかは、いなくならないといけない存在じゃないかなっていうふうに僕はちょっと思います。そうですね、はい、ただ今はどうにもこうにもできないから必要不可欠な人材でもあるっていうことをちょっと皆さんね考えていただければいいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。はい、まあ、面白いニュースかなというふうに思います。はい、次のニュースです。コパイロット普及の課題、これどういったことでしょうか？はい、これ、はい、法人向けのマイクロソフト365に、はいはいはい、法人向けのコパイロットが標準でくっついてくるっていうことになってるみたいで、はいはいはい、でまあその他にわざわざ料金払わなくても使えるので便利なんだけど、はい、まあ、さっきと似たような話なんですけど、結局その生成 AI を利用する場面とか、はい、その指示する方法とかを社内でちゃんと共有しないとちゃんと使えないよねっていうような課題があるっていう話でした、ね。ああ、なるほどなるほど、結局ついてるけど無用の長物になってるってことですよね。そうですそうです、はい、そういうことですよね。はい、もうなんか高級なオプションついてるくせにそれ使いこなす人がいないっていうね、今の課題ですよね、本当ね。そうですね、はい、なんかそういうこともあるからこそ僕もこう生成 AI のエヴァンジェリストっていうことでどん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 進めていきたいということもあるんですけどね、やっぱりまあこの辺ね、はい、なかなか使い方が分かんないという方もいらっしゃるかなとは思いますんでね、まあ、その辺、まあ、もし気になる方いらっしゃったらまたご覧ください。はい、次のニュースです。2024年度の AI ビジネスの影響、これどういったようなニュースでしょうか？はい、2023年からこう生成 AI が爆発的に普及して、はい、今年どういうような影響が出るかっていうのを日本のですね、はい、電子情報技術産業協会っていうのところが、はい、市場調査レポートを公表したんです。
それでまあ影響が大きいと考えられる8つの分野について、はい、2030年までの需要の見通しなどを示されておりまして、はいはいはい、でその中では特に金融、製造、公共分野では年平均で 50% 以上の需要増加が見込まれるということで、はい、その分野のビジネスがチャンスだなっていうような内容の記事です。なるほどなるほど、ね、本当にね早くねこういうのどん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 進んでいけばいいんですけどね、まあ、現状はなかなか入れてないっていうね、なかなか入れてるところが少ないというのが現状なのかなというふうに思いますね。はい、はい、じゃあまあ次のニュースいきましょう。はい、AI VS 筋トレ、これ意味わかんないんですけどどういうことでしょうかこれ見ただけでわからんで絶対はい、はい、どんなニュースなのこれ、アベマニュースで放送された中にあった一つのテーマなんですけど、はい、AI が普及していくと、はい、ホワイトカラー事務職の方が AI に置き換えられちゃって、はいはいはい、配達とか、はい、そういうブルーカラーの肉体労働の価値が高まっていくんじゃないかっていうような話題です。なるほどなるほど、そういうことなんですねはい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 、はいはい、ってことはもう本当にそのホワイトカラーがいなくなるからブルーカラーばっかりになってで筋肉質な人ばっかりが増えるっていうで AI かそういう人しか残らないっていうことなんでしょうかねそうですね、AI を使う側に回るか、はいはい、体を鍛えて肉体労働するかみたいな。なるほどなるほど、 AI 使うか、はい、佐賀のお兄ちゃんになるかっていうそうですね、はい、はい、なるほど、難しい問題ですね。僕どちらかというと、ね、はい、性格的にはね筋トレ派なんですよね僕のはい、俺頭使う方じゃないですけどね、体使う方なんですけどねだからもしかしたらもう10年後ねもう佐賀のお兄ちゃんになってる可能性があるかもしれないですけど、あ、お兄ちゃんなれねえな俺もう年齢的に無理なまあいいや次行ってみましょう。はい、 TikTok アニメ AI 紹介、これどういうことでしょうか。はい、これはですね、はい、アニメ風の動画を生成してくれる AI ツールの紹介なんですけど、はいはいはい、ドモ AI っていうのかな、はい、そういうアプリがあるんですけど、はい、その写真とか実写の動画をアップロードすると、はい、アニメーション風の動画に変換してくれるっていうアプリ。なるほど、はい、なるほど、それは TikTok に、付帯しているアプリケーションというわけじゃなくて単体のアプリケーションとしてあるということなんですかね。あ、そうです。それでその TikTok ってダンスの動画とか多いので、はい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 、いうやつでちょっとアニメ風とかの動画を簡単に作って載せるとバズるんじゃないでしょうかみたいな記事でした。なるほどなるほど、そういうことなんですね。はい、あ、もうすごい時代ですよね。本当ね、センスなくてもアニメ作れるっていうね。本当にそうなんですよ、簡単にできるっていうのがすごいですね本当に、ね、もうなんか僕が小さい頃とかね、はい、なんか幼い頃ね一生懸命ねアニメーションってすげえな、作ってる人すげえなと思ってたんですけどね、それが今できるっていうのね、誰でもできるっていうかね、うん、でもまあこの辺もね2番3番とかのね話題にちょっと精通するところもあるのかなと思うんですけど、本当のクリエイターの人はいなくならないと僕も思うんですけど、やっぱり生成 AI で作ったもの、うんうん、生成 AI で作ったものっていう感じのところは今のところはありますけど、これまた10年後にどうなるのかっていうところがねまだ想像できないところではありますよね。そうですね、まあいつ自分の仕事が奪われるのか怖い時代ですねはい、お父さんそこに聞いてる、はい、お父さん怖い時代ですね頑張って勉強しましょうね AI ね、はい、はい、じゃあ最後のニュースいきましょうはい、次のニュースです。既婚者マッチングアプリ、ちょっとねタイトルのインパクトがありすぎてちょっといろんなこと聞きたいんですけど、とりあえず概要聞いていいですかはい、はい、これ恋活マッチングアプリに、はい、ラバースっていうのがあるんですけど、はいはい、昨年出たサービスなんですが、はい、これAI と出会えるマッチングアプリということで、ちょっと待って、AI と出会えるマッチングアプリ、はい、お相手は AI しかいません。あ、なるほど、それはもう本当に架空なものっていうことですね。そうですそうです。ああなるほどなるほど、ああ納得できた、はい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 、はい、そういうことですねはいはいはい、で、はい、あ、すいません続きお願いします。はい、でこれちょっと使ってみたんですけど、はい、結構リアルに設計されてて、はい、こっち側がいいなと思ってメッセージ送ろうとしても、はい、向こうがプロフィール見て、はい、面白くないと思ったら返事が返ってこなかったりとか。マジっすか、へえ
変なメッセージ送ったら切られてしまってもうブロックされちゃうとかそういう機能があるみたいです、ね、ブロックされるんですか AI に。めちゃ、はい、めちゃ傷つく生身の人間じゃなくてAI に拒まれるってなんかすごく嫌じゃないですか、はい、男として嫌で言う実際の実物からも嫌われ、まあ、AI からも嫌われたら最悪じゃねやばいなこれこれ聞いてるオッサンレンジは絶対やるで、はい、これあのそれで面白いのが、はい、あの映画から着想を得てこのサービス作ったらしくって、はいはいはい、あの映画のハーっていう HER ですね、はい、ハーっていう映画があるんですけど、はいはい、それがその2014年に公開されたんですけど、はいはい、当時にアレクサが出始めた頃で、はいはいはい、その音声 AI と恋に落ちる男性の物語を描いた映画だったんですけど、はい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 、それの AI の女性のヒロイン役の名前がサマンサっていう名前で、サマンサ魔法使いですね、はいはい、そのサマンサっていうサービスを最初公開してたらしいんですよね。でなんで相手が AI の女性しかいなかったんですけど、はい、女性連中から男性も出せみたいな要望がすごい多くて、はい、12月に男性も出て今、はい、ラバースっていう名前に変わって公開されてるみたいです。なるほどね。いやまあでもね、はい、なんていうんですかね、若い子らってやっぱりこう二次元のキャラクターに恋する推しみたいな感じでね、やっぱアニメキャラクターに没頭したりとか、うん、ゲームのキャラクターに没頭するっていうことはやっぱりそういうね AI とかに没頭するっていうのもある意味あもう今からの時代にはあるのかなとは思いますよね。そうですね、本当映画の中でも、うん、あの音声 AI なんで声だけなんですけど、はいはいはい、あのスマホみたいなデバイスのカメラが AI の彼女の目になって、はい、でイヤフォンが彼女の口になってみたいな感じで、あの本当にそれで一緒にデートしたりとか、あの夜の関係を持ったりとか、そんなようなこともやってました、はい、意味分かれへんですよ ね、 やっぱねそのマッチングアプリで、はい、例えばちょ会おうよ会おうよって送ったらどうなるんですかそれ完全に断られるってことなんですかどうなんでしょうね、ちょっとあの使ってみてぜひやって、逆に逆にいいよって言われたらちょっと怖くねえないですかこれホラーですよ、めっちゃ怖いって、誰が来るんでしょう誰が来んねんって思いますよねなんかハチ公前で待ってるわとか言われてね、なんか、はい、あのこんな服装でいるから週刊ポスト持ってきてみたいなね、もうえらいテレクラの時代ですよね、ほんなもう多分ね、あの今あのおっさんを大爆笑やと思うんですけど、あの、ね、あの多分スーザーさん分からへんと思うけどはい、ちょっとまだ僕、はい、分かんないですね。そうですよね、世代的にね、はい、そうテレクラの、はい、でもその、はいはい、映画の中だと、はい、その AI がもう実際にそのメイクラブしたくて、はい、代行してくれる人を連れてきたんですよ。え、怖っ。その実際の女性を、はい、その彼氏のところに連れてって、はい、でほくろ型のカメラとイヤホンとつけて、はい、あの私の代わりに彼と触れ合ってみたいな感じで、そういうサービスもあるっていうちょっと驚きがありましたね。もうね、境界線がわからんくなる、うん、いやまあでも多分本気でね、なんかなんていうんでしょう、不倫をされるよりはね、こういうマッチングアプリでそういう疑似的体験をして満足するっていうのは本当にまあ自制する上ではいいのかなと思いますんでね、ぜひこれ聞いてる ね、そこのおっさん、ね、ぜひ一回使ってでコメントくださいこのアプリのコメント待ってます、はいはい、このアプリのコメント待ってますお願いします、はい、お願いします。ほんまにやりおるかな、わからへんけどってな感じで、はい、このチャンネルではですね、こういったような AI を、ニュース、毎日ちょっと更新しようと思って、毎朝一応7時に、更新するような形で頑張っております。よかったらまたちょっと聞いていただければいいかなというふうに思います。その他にも、チャット GPT の内容とかプロンプトエンジニアリングの内容とか、まあ、ジェネレーティブ AI の内容なんかも、動画作ってますんで、よかったらそちらの方ご覧ください。で私の方ですね、今年入りまして2024年度は生成 AI で道を切り開けということでですね、今活動しておりまして365人の人と名刺交換をしようと思ってます。なのでもしこれ聞いてて、あ川郷分かった来いや名刺交換したるわっていう人いたら、
ぜひ公式 LINE の方にご連絡ください。すぐに行きます。でもちょっと遠かったら無理ですけどそういう方いらっしゃったら、まあ、ぜひご連絡ください。あとですね、AI ニュースパートナーなんかも募集しておりますんで、もしちょっとニュースの方興味あって、ちょっと一緒に僕とやってみたいなという思われる方いらっしゃったら、ぜひ、ご参加ください。で、ここで別に、なんて言うでしょう、僕そんな影響力はないんですけど、なんか宣伝したりとか、なんかこう、練習したりとかっていうことでも全然大丈夫なんで、ぜひご参加ください。はい。鈴田さんどうもありがとうございました。どうですか？ありがとうございました。ピンでやってみてどうですか？いや、やっぱり一回やるとかなり気が楽というか、あ、そうですね、免疫で前よりは落ち着いて喋れたと思います。はい、そうでしょう。しかも僕はある程度ね、そんなね、大して緊張するやつじゃないんでね、いやいやいや、ちゃんとエロいこともちゃんと言いますし、いやでも本当に話しやすい方なので、いや、はい、もうよく助かってます。本当ね、もうスーザーさんもね、ちょっと一回名刺交換しないとダメですね。本当ね、はい、ぜひ北海道でお待ちしてます。そうでしょう。僕ね、でもね、実はね、毎年北海道行ってたんですよ。今年行ってないんだね、実は。あら、そうですか。はい、まあ、小樽のね、なんか道民院の朝食が大好きで、ああ知ってますかね、なんか、はい、道民院って朝食すごいんですよね。すごいっすよ、本当にびっくりするぐらいすごいんですよ。もうそれ食いたってね、毎年ちょっと行ってたりとかしたんですけど、まあまあ、ちょっと今年行けてないんですけどね、まあ、そういう機会があればったら、ぜひちょっと名刺交換していただきたいなと思いますので、必ず今年中には行きますから、ぜひ、名刺交換してください。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあすいません、これご覧いただいた方、今からもしかしたら仕事かもしれませんし、仕事途中で聞いていただいたり帰るかもしれないですけど、お父さん連中、どうもお疲れ様です。頑張って、一日生きていってください。はい、はい、どうもありがとうございました。津田さんもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.